問してきました。6年に一度の開催では、集落の男たちが錦川で身を清めてから15時間にもわたって舞い続けます。ゆうたくんの祖父も父も幼い頃から神楽を舞ってきました。床場に生を受けた男たちは全員神楽団の一員なんです。